得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。カジ、何やってんだ？ああ、ちょっと本でも売ろうと思ってな。なんだよ、これみんな売っちまうのかよ。ああ。いいのかよ、あんだけ熱心に集めてたのに。おい、漱石まで売っちまうのかよ、あんなに気に入ってたのに。やばい、いいんだよ。ああ、どうしたんだ一体。どうもしないよ。酒の方がマシだからな。おい、カジ、大丈夫か？おい、カジ。あ、うわ。なんだか、ずいぶん綺麗になっちまったな。こんなにやっちゃ大変だろ。運ぶの手伝ってやるよ。いやー、本当に素敵な子なんだよ。透き通っているというか、汚れを知らないというか、それでいて色白の肌がこうしっとりとしてて。おい、カジ、聞いてんのか？はあ。まあ今時珍しい。その頃の私は以前まで美しいと思った音楽も詩の一節も我慢ならなくなっていた。何かが私をいたたまらずさせるのだ。何見てんだよ。カジ、行くぞ。お、一番素の自分に戻れるというか、それにどこか俺の母親に似てる気がするんだ。なぜだかその代わりにみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられた。風景にしても壊れかかった街だとか、汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、雨や風に蝕まれやがて土に帰ってしまうような街が好きだった。それからまたビードロという色ガラスで花や魚が打ち出してあるおはじきなどが好きになった。そんなものが変に私の心をそそるのだ。ありがとうな、助かった。俺に一杯おごるよ。いや、ちょっとこれから女と会う約束があるんだよ。悪いな。その噂の別品さんか。まあな。それに別に俺はたかるつもりで手伝ったわけじゃねえよ。そうか、ありがとう。カジ、あんま酒ばっか飲むな。体もっと悪くするぞ。ああ、じゃあ、またな。あ。
ああ。やっぱ、少しだけ金貸してくんねえかな。え？いや、ちょっと、今日、女が誕生日なんだよ。だから、首飾りでも買ってやろうかなって。ああ。ほら。悪いな。何ですか？だから、あんたんとこに取り立てが来てるよ。え？入って。あ、いや、でも。入って、入って、入って。それ、え？それは、あ、これブドウ酒です。ああ、やっぱり。そっか、ブドウ酒か。いや、ブドウ酒じゃないかなって思ってたんだよ。いいの？悪いね。あー、うまい。どうぞ、もう一口くらいは。いいの？じゃあ、あれ？なくなっちゃった。いや、元からあんまり入ってなかったもんね。ところで君さ、こういうの興味あるかな？共産党宣言。そうそう。一つの妖怪がヨーロッパに現れている。共産主義の妖怪が旧ヨーロッパのあらゆる権力がこの妖怪に対する神聖な討伐の同盟を結んでいる。いいかい君、これまでの社会の全ての歴史っていうのは階級闘争の歴史である。なんだ、分かってるじゃないか。まあ、有名なショークだけに。ああ、そう。やっぱり君は分かってると思ったんだよ。そうだ、いいものを見せてやろう。どうだ？どうだって。え？これで一体何をしようってんです？国家権力に鉄通力だし、権力をプロレタリアートの手に。
これはそのための武器だ。でも爆弾一つで何か変えることができるんでしょうか。ああ、もちろんだ。信じてないなら君もボルシェビキに仲間入りして。やめてください。私は革命などには興味はないというか。革命など？じゃあお前は何に興味があるってんだ。何に情熱を傾けてるんだ。なんだ。何がおかしい。いや、まあでもやはり爆弾一つや何も変わらない。なんだと。もう一度言ってみろ。お前は何もしない、何もできないくせに全部分かったような顔しやがって、動こうともしない。自分以外全部見下してんだろ。え、違うか。堕落してんだお前は。堕落してんだよ。いや、本当に汚いところで恥ずかしいんですが、あの、すぐ片付けるんで。あ、そんな気にしないでください。あのさ、兄ちゃんさ、はい、お友達どこ行ったか知ってるかな。あ、いや、最近見てませんね。そう。はい。隣、お友達住んでるんですね。いや、友達っていうか、まあ、屈折した変人ですよ。いけないのはその不吉な塊だ。何かが私をいたたまらずさせる。私は堕落したのだ。
中谷ちょっといいか。なんだよ今じゃないとダメか。あ、いや、ブドウ酒手に入ったんだ。女とでも飲むかなと思ってな。あとでもいいか。あとでもらいに行くよ。そっか。店では珍しくレモンが出ていた。私はあのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具のような単純な色も、塩水を2つ重ね合わせたようなあの格好も。それはい10銭ね。いい加減にしなさいよ。ほんといつも困るんだから。うるさいんだからこの子は。もうすいません。そのレモンの冷たさは例えようもなく良かった。レモンを握っている手のひらの冷たさは熱病に侵された体の中に染み通っていくものだった。私は何度もその匂いを肺いっぱいにすると、なぜだか元気が目覚めてきたのだった。あんな単純な触覚や嗅覚や視覚がずっとこればかりを探していたのだと言いたくなるほど、私にそのレモンがしっくりとしたのだ。あの、すいません。はい。私が最後に立ったのは丸善であった。普段はあんなに避けていた丸善であったが、今日は一つ見てやろうとずかずかと入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだんと逃げていった。ありがとうございました。憂鬱が立ち込めてくる。歩き回った疲労が出てきたのだろう。私は重たい画集を開けては見るのだが、克明にはぐっていく気持ちは湧いては来ない。また次の一冊を抜き出してみるが、それも同じことだ。パラパラとやっては耐えられなくなりそこへ置いてしまう。手の筋肉に疲労が残っている。元の位置へ戻すことさえできない。私は本の色彩をごちゃごちゃに積み上げた。まるで機械で幻想的な白のようだ。そしてそれは出来上がった。
忘れ物じゃないですか？以前よくいらっしゃってましたよね。最近お見かけしないからどうしたのかと思って。あ、そうだ、谷崎の新刊入りましたけど、もう読まれました？もしよろしかったらお持ちしましょうか？大丈夫ですか？ここにいるんだ。谷崎も漱石も木っ端みじんだ。これまでこの船で大勢の人を島へ送った。島へ行くのは船ではないのか？私の手にかかったのですから、弟はきっと今頃極楽に居るのでしょう。